皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。まずは以前の動画でもご報告させていただいた通り、2024年5月8日に無事女の子を出産いたしました。前回の動画見ていただいた方はお分かりかと思うんですけれども、正直本当に大変なお産となりました。簡単に言うとですね、陣痛を最後の最後まで耐えたにもかかわらず、赤ちゃんの頭が骨盤にはまっていないために子宮口が開かないということで、緊急帝王切開になり、帝王切開の手術も普通に無事成功したよっていう感じで終わりました。なんですけど、その後に子宮弛緩といって、子宮が元にこう戻らない、ビヨーンって伸びたままになってしまうため、出血が多くって、その出血多量で血圧が一気に下がって、でもう顔も唇も真っ白になってしまったらしくって、もういわゆるショック状態になったらしいんです。で、私個人病院で産んだんですが、ちょっと危険な状態ですということで、大きな総合病院の方に救急車で緊急搬送されました。でそこから救急車の中ではもうね、本当に意識がちょっと朦朧としてったので、あんまり覚えていないんですけど、なんか本当に自分でも身の危険を感じたんですよ。なんか初めてだったかな、こんな体験は。まさか本当に風邪もめったにひかなくて、もう貧血なんて無縁だし、もう本当に健康体といえば私みたいな感じなんですけど、そんな私でもやっぱり出産って何があるかわからないんだなって思った。多分家族とか夫には本当に怖い思いをさせたと思うんです。もう今だから笑って言えるお話なんですけど、まあ、多分その時は私の状態を見て、正直もう助からないんじゃないかっていうふうに思ったらしいんですよ、一瞬。そう、だから夫なんかも、なんか一人でこの子を育てていくのかっていうふうにちょっと頭をよぎったらしくって、なんかそういうことをちらっと言ってました。まあ、でも、今はこうして無事回復したんで、輸血したので回復しました。なのでこうやって元気に育児もできているし、体調も徐々に回復しているっていうのを実感しているので、本当生命力の自分の強さに感謝だなっていうふうに思っています。温かいコメントいただいた皆様、本当にありがとうございました。というわけで、今日は私が産後に本当に役に立ったものを3つご紹介させていただきたいなと思います。まず1つ目はこれです。これ皆様もおそらくお使いの方多いんじゃないかなって思うんですけど、ピュアレーンといって乳頭保護クリームになります。私は混合育児を希望していて、今母乳とあとミルクで育てているんですけど、やっぱり最初は赤ちゃんの吸い方も私のこうあげ方も下手くそなんで、こう切れたりとかすごい痛い思いしたんですけど、これがあれば割と大丈夫でした。なのでずっとこれはもう手放さずに今持ち歩いてる感じになります。朝も夜中も
それに関連してなんですけど、2つ目はこちらですね、母乳パッドになります。私母乳がちゃんと出るかどうかが分かんなかったんですけど、意外と出るタイプだったらしくって、もうこれがないとブラとか洋服が結構濡れちゃったりするんですよ。なんでこれ、まあ、こまめに取り替えるのちょっと大変なんですけど、清潔を保つためにも、まあ、授乳の度とか汚れたなと思ったら取り替えるようにしています。これもピュアレーンと同じで、今ずっともうつけてるんですけど、これがないとちょっと生活できないぐらいに今なっちゃっています。で最後なんですけど、私むくみがやっぱり妊娠後期、臨月から出産後もほんとひどくて、で入院中に助産師さんに相談させてもらったんです。でそしたら退院前の検査の時に、先生にむくみのちょっと相談してみたらっていう風に言われたので、したんですよ。そしたら、じゃあ漢方薬出しとこうかって言ってくださって、これゴレイさんっていう漢方を処方していただいたんです。でこれがめちゃくちゃ効いて、むくみがもう速攻なくなったんですよ。でそのおかげか、体重も今私産後に3週間ぐらいなんですけど、もう10キロ以上減ってるんですね。何もしてないし、母乳育児してるんでお腹すくんでめっちゃ食べてるんですけど、それでも10キロ減ったんで、あ、ちなみに私は妊娠期間で14キロぐらい増えたんですけど、だからあと4から5キロぐらい減らせば元に戻れるっていうぐらいになりました。そうで、これ飲み始めて手足、顔のむくみが本当に取れて、でも指輪も入ったんですよ。もう私これがすごく嬉しくってそう、指輪私のやっぱりお守りみたいな感じだったので、結婚指輪、そうこれをずっと早くはめたくって、ずっとむくんでたし、もちろん出産の時は外さなきゃいけないんですけど、でもなるべく早く指輪したいなと思ってたんで、これがすんなり出産後入ったのがすごく嬉しかったです。で足も、もうゾウさんみたいな足だったんですけど、もうそれも今はもう戻りました。あとはちょっとまだお腹がブヨブヨしてるかなっていう感じなんで、その辺ですかね。ちょっと帝王切開の傷の痛みがなくなったら、腹筋とか筋トレとかヨガとかちょっと頑張っていこうかなと思っています。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。